ヒスタリアに着いたのか。あれ、俺以外誰もいねえ。あれは鳥かご。あれがあるってことは戦いの真っ只中ってことか。もしかして俺やべえ時に来たのか。あ、これウソップのパチンコじゃねえか。ということはやっぱりウソップの匂いが近い。それにもう少し先にフランキーの匂いもする。よかった、ヒストリアに来れたのは俺だけじゃなかったんだな。よし、まずはみんなと合流するぞ。人が現れたぞ。いや、ロボットか。ん？ヒステリアに来れたな、俺だけか。なんちゅう場所に現れてんだ。俺たちも加勢しよう。ドン！行け、チョッパー。だからなんで俺だけなんだよ。俺は狙撃手、援護が花道。ゆえにここでお前を援護するのだ。そういうことか。じゃあ頼んだぞ。おう、後ろは任せろ。待てよ、もしここでまた敵が現れたら。ちょっと待てチョッパー、やっぱり俺がいないと不安だろう。仕方ねえからついてってやる。なんだかわからんが怪しい奴め、捕らえろ。はっ。とりあえずこいつらを蹴散らして仲間を探すしかねえな。あなた麦わらの一味ね。あ、おめえはホビホビの実の能力者シュガー。あいつはシュガー。おお、でっけえおもちゃも出てきやがった。ん？あのおもちゃ、どっちにも光の輪がついてるな。え？もしかして叶えなきゃいけない願いがたくさんあるってことか？いや、ちょっと待て、チョッパー。シュガー、おもちゃ、全員に輪。わかったぞ。今回の願いはあのおもちゃにされた奴らを助けることだ。お、そうなのか。細かい説明は後だ。まずは加勢しに行こう。お、私今すっごくイライラしてるの。10年かけたおもちゃ奴隷をあの憎い憎い長鼻に一瞬でなかったことにされた。あいつの仲間のお前も憎い。だから死んで。こいつはまずいな。一旦距離を置いて。チョッパーとウソップじゃねえか。あんなところに。何よそ見してるの。おもちゃになりなさい。うわ。あれ、俺たち何してたんだ。
あ？しまった。おもちゃにしゃられちまった。じゃあ契約。まだ自由に動ける。今のうちに逃げるしかねえ。様はゴッドウソップ。うお、見つかっちまった。悩んでる場合じゃねえな。とりあえず逃げるぞ、チョッパー。あそこから逃げるのが良さそうだ。おお。ここまで来れば。おい、おめえら。うわっ、さっきのおもちゃ。こんなところまでついてきたのか。って、こいつ、頭に光る輪が浮かんでるぞ。おお、ほんとだ。おめえら、ほんとに忘れちまったのか。この忘れちまった。何の話だ。だから、このサイボーグフランキー様をだ。フランキー、チョッパー知ってるか。知らねえ。即答すんじゃねえ。俺はおめえらの仲間だ。シュガーの攻撃でおもちゃにされちまったんだよ。な、シュガーに。もしかしてシュガーって。ああ、兵士たちといた少女だ。あいつはホビホビの実の能力者で、くれた人間をおもちゃにしちまうんだよ。そんでおもちゃにされたやつは、周りの人間から存在を忘れられちまう。お前、本当に俺たちの仲間だったのか。ああ、その証拠に俺はおめえらが光る輪の望みを叶えようとしてるのも知ってる。ま、マジかよ。そういうわけでだ、おめえら、俺と一緒にシュガーを倒してくれ。そして俺のスーパーな体を取り戻し、記憶のほつれを解消しようぜ。わかった。けど、触れたらおもちゃにすれちまう相手をどうやって倒すんだ。問題はそこだ。ヒスタリアのシュガーは SOP 作戦によって一度倒された後だ。二度目が通用するとは思えねえ。 SOP 作戦。シュガーおったまげパニック作戦。シュガーはグレープが大好物なんだが、それに似せた世界一辛いタタババスコの塊を食わせる作戦だ。だが、こいつの言う通り二度目はねえ。あの時に使ったタタババスコの塊は、今俺たちにその材料はねえ。なあ、そのシュガーに食わせるものって苦いものでも効くかな。そりゃ死ぬほど苦ければ効くんじゃねえか。そっか。じゃあ薬草を組み合わせれば作れると思うぞ。本当か。うん、今の手持ちの薬草に加えて苦草が必要だけど、それさえ手に入れば作れるよ。珍しいものじゃないから、薬屋さえあれば置いてあると思う。じゃあ苦草を探して激苦玉を作るとして、あとはどうやってシュガーの口に入れるかだな。よし、 TSO 作戦で行こう。 TSO 作戦。トナカイが喋ったおったまげ作戦だ。なんか嫌な予感がするぞ。まずチョッパーがおもちゃと一緒にシュガーに近づき、
目の前で突然言葉を話す。シュガーはキャー、トナカイが喋ったーと驚き口を開ける。その隙におもちゃがシュガーの口に激苦玉を放り込むという作戦だ。お前何もしてねえじゃねえか。 TSO 作戦、なんか腑に落ちねえが他にいい手もなさそうだ。そうだな、よし俺頑張るよ。なあ、それにもし失敗したとしてもウソップが何とかしてくれるだろう。え、そうだな。じゃあまずは苦々そう探しだ。砂や火薬の匂いで分かりづらいけど、いろんな薬草の匂いがする場所がこの先にある。この辺に薬草の群生地なんてないし、多分匂いの元は薬屋だと思う。よし、それじゃあ行くぞ。くぅ、え、そうなのか。ああ、なに、なんだ。本当か？は？ウソップのこと知ってんのか？当然だろう。さっき国中に知らされたばかりじゃないか。ドレスローザの受刑者としてゴークベリーの懸賞金がかけられたって。そういや、そんなこともあったな。いやー、忘れてたー。まずい、逃げよう。ま、待て、あんたをドンキホーテファミリーに突き出そうなんて思っちゃいねえ。俺も息子をおもちゃにされていたが、あんたたちのおかげでまた息子に会えたんだ。そんな恩人を捕まえようなんて思わねえよ。そうか、よかった。それより俺に何か用だったんだろう。そうだった、俺たち苦々草を探してるんだ。あったら売ってくれねえかな。ああ、苦々草ならちょうど今拾ったところだ。お代はいいから持ってってくれ。いいのか。ああ、こんなものじゃ足りないかもしれないが、息子を人間に戻してくれたお礼だ。ありがとう、おっさん。これで激苦玉が作れるぞ。これでよしと。
激苦玉ができたんだな。それじゃあ、いよいよ TSO 作戦決行と行こうぜ。うん、あそこにいたドフラミンゴの兵たちもシュガーの元に戻ったのか。今はいねえ。実行のチャンスだな。おいウソップ、間違ってもその激苦玉食うんじゃねえぞ。いや食わねえよ。 SOP 作戦の時は俺が食っちまったが、今回はちゃんとシュガーに食わせるからな。あの世界一辛い調味料のタタババスコを固…ウソップすげえな。まだ俺様の手にかかればじゃなくて、さっさと行くぞお前ら。なあ、ああ、すげえ。おかしいだろ。どうやらシュガーはあそこにいるみてえだな。見回りの兵士たちに隠れてこっそりシュガーに近づくぞ。いいな。分かった。ん？あの花はゴッドウソップ。ああ、気づかれた。なんてあっさり。長花、そこにいたのね。あんたたち、さっさと捕まえなさい。はっ。長花とその仲間、麦わらの一味、絶対に許さないわ。いやおもちゃたちも行きなさい。全員倒すぞ。俺は後ろをやる。おめえらは前の奴らを頼んだぞ。おう。おう、俺が相手だ。誰も死なせねえ。これで大丈夫なはずだ。おお、ありがてえ。おう、まだ戦える。ウソップ様の出番で。必殺火の鳥橋。
ソップ様の出番で。北帝パルメ。腕が鳴るぜ。うぅ、俺を狙ってるのか。イソップ魔法ーム。覚悟しろよ。ウソップ様の出番で。北帝パルメ。腕が鳴るぜ。狙撃手の腕を見せてやる。一発で切もう動じねえ。しろよ。俺だって戦えるんだ。ガフーンポイント。俺様に任せとけ。待ってろ、ガフーンポイント。あとはシュガーだけだ。よーし、じゃあ俺はここから指示を出す。そのままスメーチョッパーおもちゃ TSO 作戦開始だ。おう。シュガー、あなた少し前に逃げたおもちゃね。わざわざ戻ってきたんだ。そっちのぬいぐるみは作った覚えないけど。俺はぬいぐるみじゃねえ。ぬいぐるみじゃないの？驚くのそこかよ。そこ以外にどこに驚けって言うの？だってトナカイが喋ってんだぞ。あなたトナカイなんだ。タヌキかと思ってた。タヌキじゃねえ。ダメだ、こいつら会話が噛み合ってねえ。だが隙はある。喋ってるシュガーの口に激苦玉をぶち込んでやるぜ。おースーパードールシュート。邪魔よ。くそ、弾かれてしまった。俺が拾う。そんなことさせない。危ねえチョッパー。
シュガーが気絶したぞ。なんでまた俺が。思い出したか？おめら。お、思い出した。思い出したよ。忘れちまっててごめんな。おめで、また仲間をおもちゃにされたのに気づけなかった。ロビンがおもちゃにされた時、もう同じ思いをするのは嫌だと思ったのに。気にすんじゃねえよ。俺たちはシュガーを倒した。これで一件落着だ。お、そうだな。俺たちの勝ちだ。貴様らよくもシュガー様を。な、増援がもう。ああ、ここで相手するしかねえな。わ、最後にもう一度ボンバーで。なんだこの感覚は。力が湧いてきた。行くぞお前ら。スーパー任せろ。ウソップ無理すんなよ。今がチャンスだ。準備はいいか、おめら。なぁ、いいぞ。黒天フランキー、ミドル星ロゼオミチダクロラディカルビーム。まだだ、まだだ。せぇ、俺から行く。フランキーラディカルビーム。トップグリーンの多彩性見せてやる。ウソップパフォーム。まだまだ。ビビってなんかいねえぞ。ホーンポイント、確保。エルフ、キャプテン、昔はもっと嘘をぶちかましたもんなのに、今やそれができちまう。これで全部か。ああ、そうみてえだな。そんじゃまたシュガーが目を覚ます前にさっさとメモリアに帰ろうぜ。お、あとはヒスタリアのみんなに任せよう。わあ。戻ってきた。記憶のほつれを戻せたのね。おう、完璧に直してやったぜ。なあ、ウソップ、チョッパー。おう、アダジベーダー。あんたはなんでそんなにボロボロなのよ。何か大変なことがあったようですね。気にするな。とりあえず甘いものが食べて。そうだな、サンジ、ウソップに甘いものを食べさせてやってくれ。
俺からも頼むよ。レディーの頼み以外聞きたくなんかねえが、今回は特別だぞ。もちろんナミさんとロビンちゃんの分も用意するからね。無事にボロえた、本当によかった。あんな怖い目はもう二度とごめんな。よかったな、ウソップ。